スパイロジャイラは1977年にアメリカで結成されたフュージョングループである。代表曲にモーニングダンスなどがある。現在までに20枚以上のアルバムを出し、1000万枚以上を売り上げ、フュージョン系バンドとしては最も成功を収めたグループの一つであると言われる。ニューヨーク州最北端の都市バッファローにてリーダーでサックス奏者の J ベッケンスタインが 地元仲間であったキーボード奏者のジェレミー・ウォールラとのセッションを経て、1977年にバンドとして旗揚げした。グループ名は、ベッケンスタインが学生時代の生物の授業で覚えたスプイロ・ジャイラを、アルバーのオーナーがスパイロ・ジャイラと綴りを間違えて書いたことに由来する。1979年、キーボード奏者のトム・シューマン、ビブラフォン奏者のデイブ・サミュエルズ等と共に、 ファーストアルバム、スパイロジャイラを GRP レコードよりリリース。初回プレスはわずか500枚であったが、反響を及び20万枚を超すヒットとなった。1980年には代表作となる、セカンドアルバム、モーニングダンスを発表する。ビルボードのポップチャートを上昇して70万枚以上のセールスを上げ、ゴールドディスクも獲得した。タイトル曲はこのシーンでは、 珍しいカリプソ調の曲であったが、現在もなお高い人気を保っている。他の曲でもブレッカーブラザーズを迎えたりと、バンドコンセプトの強いものであった。1990年代に入り、スムーズジャズと呼ばれる動きが盛んであった頃でも、彼らの音楽は、R、R&B、ファンク、ポップスなどからの影響とどめており、スムーズジャズよりもジャズ的であると言われる。 即興性よりも曲調に主眼を置いた作風が多く、彼らの前世紀である1970年代末から1980年代に出されたアルバムにラテン調の明るい曲が多かったことも手伝って、軽い音楽という評価も見られるが、ライブでの技術も含めたメンバーの音楽性自体は高い。一時期、メンバーの入れ替わりが激しかったこともあり、リーダーのベッケンスタインや、 作曲担当以外のメンバーは、結成当初とは大きく異なっているが、コンスタントにアルバムをリリースし続けていることからも、変わらぬ人気ぶりが伺える。ありがとうございます。